こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。年末年始の台湾滞在でリーフアホテルというホテルに何泊かしましたので、この動画ではリーフアホテルがどういう感じなのかをお伝えします。最初にホテルの場所や今回かかった費用をお伝えし、その後実際のホテルの様子をお見せしつつ感じたことなどをお話ししていきます。そして最後に簡単にまとめ的なことをお話しして終わります。ということで、ホテルの場所からですが、台北 MRT ロンシャンス駅から徒歩5分ぐらいのところにあります。この辺りは治安というか雰囲気があまり良くないので、初めて台湾に行きますというような方にはあまりおすすめはできないです。続いて費用ですが、こんな感じでした。毎度のことですが、ホテルの予約はエクスペディアを利用しまして、部屋のタイプなど表示している情報はエクスペディア上の表記そのままにしております。ここからは実際の映像とともに感じたことなどをお話ししていきます。このホテルはビルの11階で営業されており、入り口が少々分かりづらいです。 Google マップのピンの位置だと誤解を招きそうなんですが、南側からしか入れないようになっています。そろそろ部屋の中の紹介に入っていきます。今回宿泊したのは110号室です。まず最初に部屋が広いなぁと思いました。ベッドの両サイドにかなりのスペースがあり、スーツケースを置く場所には困らないです。ハンガーをかける場所があったり、小さいながらも机と椅子があったりと、設備も悪くない感じです。ですが2つ気になったところがありまして、1つは空調がボロボロでした。試しにオンにしてみたら動いたので、動作保証だけはしてそうですが印象は良くなかったです。もう1つが結構致命的なんですが、冷蔵庫が置いてありません。今回は冬だったからそこまで不便に思いませんでしたが、夏は厳しいかなと思いますね。続いてバスルームです。綺麗にされていますし、シャワールームにちゃんとしたドアがついていて、お湯がトイレの方に漏れることはありません。バスルームについてはほぼ不満はありませんでしたが、あえて言うとお湯の温度が上がりきるまでに時間がかかることがあって、それはちょっと困りました。早く上がる時もあったので、何なんだろうという感じでした。最後にまとめです。部屋自体は悪くはなかったんですが、条件付きでおすすめという感じの評価になります。冬の季節で1泊約6000円ならありだと思います。あとは最初の方にも言ったのですが、ホテル周辺の雰囲気問題があるので、台湾に慣れていらっしゃる方限定かなと思います。何かの参考になりましたら幸いです。といったところで、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。